えー、皆さんこんにちは。レック専任講師弁理士のノートミです今日は2019年度の、えー、弁理士試験合格者対談ということで、えー、私のクラスの合格者である坂城さんに来ていただきました。今日はよろしくお願いいたします。では早速なんですが、えー、1つ目のですね質問からさせていただきたいと思います。 えーまあ、いろんな資格がある中で、えー、弁理士を目指そうと思ったきっかけ、まあ、何かエピソードがあったらお聞かせいただけますかそうですね元々理系ということがあってで、まあ、研究者をもともと目指していたんですけれどもそれで諦めたんですが、まああのまあ、何らかの形でこの勉強を続けたいって科学技術に対する勉強を続けたくて。で でまあ、研究者の支援になれるようなことができたらいいなと思ってで、まあ、資格として弁理士を取って弁理士になろうという感じですねえと理系ということですけどご専門は何だったんでしょうもともと化学であの物理科学とか、まあ、電気科学そういったことをあの大学時代はやっておりました。 まあ、あの弁理士のね、こう試験って選択科目で。えー、まあ、こう自分のこう専門になるようなことを選んで、まあい、いけす、かせてね、あの試験を受けられると思うんですけど。えっ、ー、と、そうすると、あの選択科目は免除だったのかしら。そうですね、修士、うん、までは出てたので、うんうん、はい、あの選択科目は免除で、うん、あの、行きましたね。よかったですね。そうですね。<laughs> 試験科目もともと多いですからね。ね、<う>あの選択だけでもないと。 うん、ずいぶん違うのかなと思いますけどね。はいえー、とそしたらですね、あのー、まあうちのクラスで、まあ、開校からもうあのスタートからねいらっしゃったと思うんですけど事前のガイダンスとか、まあ、何か参加されてたってことありますか そうですねあのー、もともと、あのー、レックさんって結構先生方の動画とか YouTube とかで上げてくださってるので、まあ、それでいろいろ比較して見て、まあ、1回そのガイダンスを受けたんですけれども、まあ、その前の段階でのどみ先生を受けようっていうのは決めた段階で来ましたね。これ2019年度の えと合格者じゃないですか何年もこう続けて毎年この合格者対談ってやってるんですけどなんかその前の年とかその前々の年とか見,見られたことありますえと合格者対談はですねえっと確かあの去年の今の時期だから講義を受けてきてでまあ2月3月ぐらいでまあなんか。 講義も終わって、ちょっと不安になる時期に、<laughs> あの合格者対談を見て、ああ、こういう方が合格したんだな。っていうので、見たことはありますね。じゃあ、あの、まあ、ちょうど2年前が、じゃ、その受講前になるんだと思うんですけど。そ,うですね、その時は、じゃ、見られてないんですかこの一発合格者対談みたいなのとか。そうですね。うん、この動画、は見たことなかったですね。ね <laughs> そうなんですね。はい、まあ、あの、主には、今日のお話は、まあ、これから勉強をね、こう始め。 れる方向けに、まあ、坂城さんねあの非常に優秀だったので、まあ、いろいろあのすごいあの謙遜されるタイプですけど、うん、あのどんどん私の方からこう、ね、秘訣というかそういうことを引き出したいなと思ってるんですえー、とではですね、えーまあ、この「弁理士はまあ、すごく難しいじゃないですかねなかなかその坂上さんのようにパッと受かる方っていうのはいないんですよね。 でまあその世の中にいろんな資格があって、まあ、予備校を使う使わないっていうところで使わない、まあ、あの資格もあると思うんですけど、まあ、便利子はやっぱりねちょっと難しいので、まあ、普通は予備校をね利用すべきだと思うんですけどもまあその、まあ、何個かある中でそのレックを選んだ理由っていうのはどういうとこだったんでしょう まあ一番はやっぱり実績面でまあトップクラスでしたしでまあ一度まあ他の予備校さんにも行ってみたんですけれどもやっぱりあの特に実績面で行った時の短期合格者っていうのがまあレックしかほとんど効かないっていう状況だったのでまあ,まあやっぱり一番は実績で選びましたので第一はそれ。 ですね。はい、なんかあの教材とかそういうのってこう比較されたりとか、なんかレックのなんか良かったなみたいなのとかあります。ありますね。えっときっかけはやっぱり担当アドバンスだったと思います。あの、厚さ的にもなんというか本気度というかま、あ圧倒的にこう情報量があったのでまあ。 難関試験だけどこれだけのものをやれば受か、まあ、ってもおかしくないなっていう説得力があったというかそ、まあ、それでで最初選びましたねそうですねうすタードは結構歴史の長い教材なんですけどあの確かにすごくよくできていると私も思いますね。 えとではですねその実際に学習を開始してまあレックはあの3回転学習法ということでニューロン単入門講座論文基礎力完成講座担当基礎力完成講座で構成されてるんですね。でそのニューロン単でそのまあ同じ同じ範囲ではないですけどまあその 全く別のことをするわけではないけど、そのちょっと角度を変えて試験に合わせて三回転するっていうこの学習法ってどうでした？そうですね。まああのノートビー先生がいつもおっしゃられてたあのー、その忘れることが恐れないっていう前提でまあ三回回していくからっていうことだったんですけれども、うんあ、はい、やっぱ やっぱりその三回転はともかくその繰り返し繰り返しやらなきゃいけないっていうのは確かなので、うん、カリキュラムとしてはよくできているんじゃないかなと思いますね。あのー、担当試験結構点数良かったじゃないですか。うんはい。五十五十点はいかなかった。五十点,点はいかなかったんでしたっけ。四十九だったか。あ四十九でしたっけ。はい、でその点数に。 あのまあ、例えばその点数がさ着地あの担当の着地点だったとしてでその入門講座でそこまで行くのにちょっと数値化するの難しいかもしれませんけどその3回転でその段階段階でその49点が100%だったとしたら何ぐらいまで知識レベルってこう入門講座でまずどれくらいまで行きました 入門講座終わった段階では、まあ、あの。運が良ければ合格点に乗るけどみたいな、まあ、大体三十六ぐらいまでは。実際入門講座で行くんじゃないかなと思いますね。で。あ、それはえっと、四十九点中三十六ぐらい。あ、そう、そうですね。まあ、論基礎あまり影響ないのかしら。どうですか。論基礎は、まあ、やっぱり、あの、どちらかといえば。 論文のお作法を学ぶようなところが多かったので,で、ねうん、あのどちらかといえば内容的にはあの入門講座の復習的な部分が多かったのでその内容入門講座を固めるっていうイメージが強かったと思います。うんうん じゃあその三十六ぐらいからその最終的にまあ四十九点ぐらいまで取られたわけですけど、そこはまあじゃあ炭気素でこう積み上げたみたいなイメージでいいですかね。そうですね。うん、あの炭気素でやっぱりあの炭炭でしか出ないような細かい部分っていうのもありますし、あ,すね、あとカリキュラムの内容的に審判は確か入門講座ではあんまりやらないそうですね。軽いですよね。の、う、で、ん、あのまあその分を考えるとやっぱり。 結構短期総でぐぐっと上がる上げていく感じだと思います。うんうんうん、なるほど。えー、まああとそのニューロン単の他にまあいろいろこうちょっとオプション的なことってあると思うんですよね。まあ私のあの道場とかもそうですし、あとえっと合格ナビゲートゼミも取られてましたよね。うん。まああれもちょっとベーシックのオプションみたいな感じですけど。 えー、まあ g ナビはちょっとこう全てにおいての復習講座みたいな感じなんですけど坂城さんあの,論文のゼミも取られてたじゃないですかクラスの中でしかクラスでしか受けられないあの高橋先生のゼミ受けられてたと思うんですけど論文の勉強ってやっぱりその1年目の方にとってすごく進め方難しいと思うんですね。 あの論基礎の役割論文ゼミの役割ってした時にそれぞれどんな役割を坂城さんの中で講座は果たしてくれましたそうですねやっぱり論文講座、えー、と入門の論文講座の方は、まあ、まず土台というかどう書きますかっていうところからだったんですけれどもで書いた上でどうその本質のレベルに持っていくかっていうのがまあ 実際本誌も見たんですけど、まあ、これ書けないと思ったんですね <laughs> 論文入門終わった段階だと。でやっぱりそこからすぐに本誌のレベルまでは無理なのでやっぱりその中間というかちょっと入門終わったあとだときついけどぐらいのそういう感じのレベル感をつかみたかったので高橋先生のゼミを選んだって感じですね。あのー、実際論基礎の答練って全部で8回あるんですけど論基礎答練。 あの問題と、その高橋ゼミとの問題の難易度の差ってどれくらいありました例えば論基礎の点数が。坂上さんが受けてるときに、例えば六十点ずっと取れてたとしますよね。そしたら、高橋ゼミって、その論基礎で六十点取れるんだったら、高橋ゼミで何点ぐらいなんでしょう。六十点取れるとしても、初回の授業は四十点台まで。うん 下手すると三十点台までガクッとそれぐらい要は難易度の差があったってことですかそうですね、うん、高瀬美の問題って本市レベルに言うと本市に近いですか本市と入門比べたらやっぱり本市に近い形式ですね中上級の中級よりみたいな感じですかねそうですね、うん、あの中上級のトーレも一回受けたんですけれどもその なんかでも簡単な問題の方だったんだなと今となっては。うんうんうん、今思うと、うんうん、なるほど、そういう感じなんですね。じゃあまあこう段階的にレベルを上げていけるようなそういうちょっとこうステップアップ的なゼミだったんですかね。そうですね。うん、あのあのゼミがないとちょっと、うん、例えば担当が終わった後に突然論文の実践討論が始まるってなると <laughs>、うん、ちょっと。 厳しかったかもしれないですね、うん。なるほどね。うん、そうですね。あのー、カリキュラム的にその担当基礎力完成講座がえっ、ー、と9月ぐらいだったかな開講してでまあ短期総はもう本当に最後まであるじゃないですか。でその中でその論文のゼミはまあ 10月とか11月開校の1月ぐらいまででしたっけ確かそうですね,ねそれぐらいでしたよね。それ終わってからそのの論文の勉強ってどれくらいししました私はそのだいぶ悩んだんですね担当と論文のバランスを。うんうん、なので確か納富先生に年末の道場で相談したんですよね。でで確か3月まで と言われたので、その通りにいたしました。三 <laughs> 月くらいまでじゃあ並行して。割合って、あ、ちょっとその一日の勉強時間を聞いてみたいんですけど。平日どれくらい勉強されてて、休日要は講義がない。休日にどれくらい勉強されてたか教えてもらえますか。まあ、平日は行って三時間ぐらいだったかなと思います。で、休日はまあ講義時間。 まあ少なくとも六時間七時間は勉強してたと思いますね。うんうん、そしたらその年明け特にこの一月から三月ぐらいまでの間の担当の勉強時間と論文の勉強時間どれくらいの割り振りでされてたんだろう。割り振りまあ、正直に言うと、うん、あの数値的なものではなくても、うん、配られるスケジュールの通りに。うんうん これをこなすここれをこなすって感じでやってたんです時間の配分は正直覚えてないんですが <laughs> あんまり意識せずにやってた感じですかね。そ,そうですね、うん、逆に言うとその例えばあの通勤時間中は、うん、あの担当の聞き直しだったりとか、うん、っていうなんかこう,こうできる時間帯によってやることを変えていたので、うん、例えば、うん、休憩時間1時間あるとすると、うん、昼間に。 で10分でご飯食べて50分で、まあ、論文の,あの勉強するとかって感じでも隙間隙間で詰め込んでたのであんまりバランスは覚えてないですけどおそらく5割5割 50%50% 50で、まあ、プラマイ20ぐらいでやってたんじゃないかなと思います。 ですねあの通勤時間ってどれくらいありました、うん、通勤時間結構短くて一気、うんうん、で30分ちょいぐらいだったんですけど、うんまあ、恵まれてるっちゃ恵まれてますけどそ,です、ね、その30分っっててどうやって使ってたんですか基本的にずっと、うん、あのイヤホンを耳に入れて、まあ、のどみ先生の,の <laughs> 講座とかをひたすら聞いてるっていうそういう感じなんですねなるほど。 えっと、そしたらですね、あのー、まあ、その音声を聞くっていうことと。で、あと、あのー、まあ。例えば、今スケジュールってで、出てきたじゃないですか。あの、スケジュールは、まあ、まあ、あのー。多分、予定通りに進めてったのかなって、今思ったんですけど、どう,どうですか。そうですね。うん、あのー。予定通りに進めてましたね。うん、逆に、なんか、あんまり。 先の予定を、まあ、あの担当終わった後に先の予定を全部配られるんですけど先の予定を先取りして先取りしてってこともあんまりせずに予定通りにこなししてまあのうちのクラスだとやっぱりこうスケジュールがうまくついてこれないとかそういう,こう悩みをよくあのフォローアップ相談会とかで聞かれたと思うんですけど。 あのそのついていくためにスケジュールをこなすために何かこう工夫というか心がけててたことってありますうーん特段工夫はなかったと思うんですけど最初にそのスケジュール配られた時に使い方がわからないというのがあったのでわ、うんまあ、からなかったので高橋先生とか、うん、あの道富先生にあの相談してまあ この例えば10条から20条までって書いてあるけどどう勉強するんですかみたいなところから入ったんですけれどもまあまあまずその条文読むってこととアドバンスを読むってことをまあ書くもう条文ごとに書いといてで潰していくってことをやってたのでまあたいそれで時間感覚というか今週はこれぐらい時間を書か,かないと終わらないなっていうのが分かるのでまあその。 自分の中でし時間締め切りをすごい細かく細かくあったのでそれであのなんか間に合わなくなるっていうのはほとんどなかったですね。素晴らしいですね結構ねえっ、ー、とあとその「条文の読み込み」に「N プロシート」使われたと思うんですけど。 あれって大体どれくらい何パーセントぐらい入頭に入れば合格できるかなっていう目処ってつくと思います正直 N プロを使ってた時点ではまだ自分が合格できるのかなっていうのだったのでもう全部入れなきゃみたいな感じだったんですけどもうん結局 まあ、N プロの内容は、まあ、あの担当の直前が一番こう全部入っている状態だったと思うんですがまあどうなんでしょう自分は90%以上は入ってたと思いますいあのあの担当の入る直前の段階ですが <laughs> うん、うん、何パーセント入ってたら合格できるのかなっていうのはちょっと分からないですけど <laughs> な,す、うん、なるほど。 えとそしたらですねまあまあちょっと後でまたあの合格の決め手とかお伺いしたいんですけど先にあの、まあ、まあまあ長い受験生活になるじゃないですかたったねあの坂上さんみたいに短期で合格してもまあ1年とかかかるわけですよね。でその中でそのやっぱりモチベーションがこう下がったりとかスランプっていうのをよくこう相談で上がるんですけど。 そそそもそも坂城さんってうういうのありましたモチベーション下がった時期とかスランプとか。まあもちろん何て言うかあの勉強疲れみたいなモチベーションが下がる時期とかあのこんなに分からないけど大丈夫かなみたいな時期って正直あったんですけれども何て言うかやっぱり目の前のスケジュールがすごくあるのでもうひたすらそれをこなしてる間に全てが終わっていたみたいな感じなところが正直ありますね。ななのでなんていうか モチベーション維持しないとできないような状態じゃなくてもやらなきゃいけないことがひたすら積み上がってるからそれをいこなしてればあんまりそれについて考える必要はあんまりなかったのかな落ち込んでる場合じゃないみたいな感じですか常にそうですね落ち込んでる暇があったら <laughs> あの反省して次のことをやらないとみたいなのが1年間ずっと <laughs> 忙しかった感じなんですよね。 フォローアップ相談会あるじゃないですかであれでこういろいろそのそれこそモチベーションが上がらないとかスケジュールついていけないとかなが結構なんていうかまあ相談事項なのでこうマイナスっぽいこう話が出てくるじゃないですか <laughs> あれ坂上さんも出したことあります私は、うん、あのし フォローアップの質問を出したことが確かないうん、うん、ない,ない,ない、ね、じゃあ聞いててそのなんかどう思ってましたあれ聞いててあみんな一緒なんだなとかそんなこう助けっていうかそういう心の支えみたいになったことってありましたはどういうふうな気持ちで聞いてたんだろうと思ってああい 正直,に正直に言いますね、はい、<laughs> <laughs> 正直に言うと授業の内容的な部分とか、うん、勉強方法で先生がこう出してくれるものにどう付き合えばいいんだろう,、うん、ど,うどういうふうについていったらいいんだろうみたいな部分はすごい聞いて自分も先生がおっしゃられたことを聞いて、うん、あなるほどこれはこういう意味だったんだからこういうふうにやらなきゃダだ、うん、みたいなのがあったんですけどあんまり。 不安を聞いても、正直。うんうん、不安に思っている暇はないね。って思いながら聞いてます。あの高橋美濃子って、みんな結構割とこう、私から見ると。交流してるなっていうか、なんか相談し合ったりとかね。なんか、お話ししてる人たちって、やっぱこう、ゼミ生の中で。 話しているように見えたんですけど、で、その中で、結構、やっぱ、坂上さんって、相談されること多かったんじゃないかなと思うんですけど。クラスの子たちから、そう、相談を受けるとか、結構ありました。うん、え、高橋セミの中では、うん、あ、正直あったんですけど。うんうん、あの、私は別に合格者でもなかったですし、うん、あの、教師ではないので、あの、基本的に。 なんていうか私はこうしてますけど、うん、あのやっぱりちゃんとその見てる方私はその方の動画も見てないので、うん、あの高橋先生か納富先生に相談した方がいいと思うよっていう感じで話してた記憶があります、ねうんうん、そうなんですね。なんかやっぱり、まあ、私にしても高橋先生にしてもそのもう夏明けたぐらいかなやっぱりあのゼミが始まるぐらいの 頃からは少なくとも、あ、坂上さん、このまま順調にいけば、あの、行くなってもう、あの、合格できるなっていう目処をつけてたんですよね。で、その目処が、こう、大体、その、秋ぐらいに目をつけると、大体年末でどれぐらいの状態かしら、で、ゼミが終わるぐらいでどれぐらいの状態まで行ってるかしらとかっていう、こう、ポイントポイントがあるんですよ。で、そこを、なんか、私たちの思惑通りに結構進める。 最終的に一発で行くとしてもその紆余曲折あって何とか何とか辻褄をせてなんとか受かったみたいな人がやっぱり大半なんですけど割とこう順調にいきながらあまりこう私たちが不安を覚えることなく行ったタイプだと思ってるんですね。 そうなんですね、うん、<laughs> 思ってるんですけどなんかその自分の,その強さみたいなのってなんかひまあいわばその合格の決め手なんですけどそういういのってあります自分はこういうとこが強かったみたいな。うんまあ、自分の強さというか、うん、あのやっぱり一番の決め手だったのは。 トビ先生とあの高橋先生の言うことはもう全部信じようと思ってました <laughs> あの逆にその信,じ信じられるなって思ってた部分もあるんですけど信じないと信じてやらないと他のことを考えている時間があったら勉強した方が絶対いいんだろうなって思ってたのでひたすらそうですね信じてもうちゃんと要求されるレベルについていこうついていこうと思っていたのでなんか。 その思惑通りという言い方をされましたけどうん、うん、そういう形になれたのかなとは思いますあ、じゃあなんか逆にあの言われてないことはやらなかった感じですかそうです、ね、自分でこうなんかあれもやっとこうみたいなのとかそういうのはなかった感じですかそうですねあのさあんまり余裕があるって思わないようにはしてたのでうん、うん、あの。 基本的にその要求されるレベルは高いものだと思ってやっていたっていうので基本的に何て言うかな例えば入門講座の時期って正直ちょっとあの本当にこのだけで大丈夫なのかなって思うこともあったんですけどでもちゃんと復習しようと思うとなんか例えばその趣旨は分かってるけど理解してるのとかその趣旨書けるのとか全然レベルが違うじゃないですか。 なのでその先生のおっしゃられたスケジュール通りにやっていかに高いレベルまで持っていけばいいのかってことは常に考えてました、ねうん、逆におそらくその先生が指示されてないってことは今、の先のことやっても逆に混乱して間違った理解しちゃうんじゃないかなって思ってたのでという意味でまあ基本的にはミ富先生についていこうと思っておりました <laughs> あの結構慎重なタイプですか 何事も。<う>割とこう石橋を叩いて渡るタイプですか。そうですね、結構、うんうん、あの。石橋は叩いて渡るタイプだと思います。<笑><笑>まあ、じゃあ、あの、一つ一つの完成度が結構高かったんでしょうね、きっと。うん,うん。そうしようとは思ってました。うん、うん、うん。まあ、でも、それが一番ですよね。試験入って、そんなに実は広くなくて。で、それをやっぱり、こう。 限るのが怖いからやっぱりなかなか限ることができなくてやっぱりこう手をどん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 広げてで広げば広げるほどやっぱり薄くなっちゃうんですよね。だそれが多分受験生の全体で一番の、まあ、ウィークポイントというか、うん、それが多分あのネックになるんですね。そこを要は有限にしてていいるっていう まあ私のクラスだと特にその条文の読み,こ読み方一つもそうだしどれぐらいまあ過去問をするかとかそういうことも結構まあ限っちゃうじゃないですか。でそこをやっぱりどれだけ完成度を高められるかっていう部分はある程度やっぱりこう人によって違ってくる部分なので,でそこを私たちの要求レベルに多分 高められたっていうのが、坂上さんのその強さだったのかなって。うん、だって、誰しもに、私同じメニューを出してるはずなんですよね。<う>でも、結果はかなり違うじゃないですか、そうは言っても。だ、それは何なんだろうなって考えた時に、やっぱりどれぐらい。完成度を高めてるのかなっていうところなのかなって思いますね。えっ、ー、と、そしたらですね、あの、まあ、今。合格されて。 まだ弁理士登録はされてないですよねだからまあ弁理士ではないにしてもその合格する前と合格した後でなんか変わったことってあります自分の気持ちの変化とかでもいいんですけど物理的なものでもいいですよ、うん、まあ気持ち的にはやっぱりなんていうか、うん、開放開放感開放感はまあありますけど <laughs>、うんうん、やっぱりあのー。 実務収集とかで先生弁理士の先生方にいろいろ教わるわけですけど何て言うか今なんていうか弁理士はまあこれをしていればいいみたいなものが全くなくなってきているので何て言うかその自分が弁理士になってどうしたいのかってことを常に考えていかなきゃいけないなって思ってますしそのためにやっぱり。 まあ弁理士だけじゃなくていろんな広い範囲で勉強を続けていかなきゃいけないなってうん、うん。 あごめんなさい何の話でしたっけあそういう話聞きたかったのであの合格する前と合格した後でお仕事は変わってないんですよね転職とかされてないんですよね差し支えない範囲でどんんなお仕事されてるんですかそうです、ね、あの特許翻訳あの明細書とか請求の翻訳会社に勤めておりましてうん、うん、でそこで今あの翻訳部にいます。うんうん で将来的にはその翻訳も調査もやってる会社なんですね、うん、特許調査、そういうところにちょっとあのあのであのお仕事をしたり、うんまあ、しようかなっていうような感じですねうんうん、うん。もともと語学はじゃあ得意だったのかしら、翻訳を仕事にしてるってことは。 うんそんなにどちらかといえばやっぱりあの技術的なところが大きいので当然理系の方だったら分かると思うんですけど、うん、あの語学の得意得意じゃないにかかわらず英語は必ず <laughs> やることになりますので,、うん、で得意かって言われるとまあ 苦手ではないです。ただけ答えていきます。うん、あの外国の仕事とかもやってみたいとかあります？これからのこう展望みたいな。そうですね。うん、やっぱりうん日本まあ経,経済的な部分もあると思うんですけど、うん、やっぱり日本だけじゃなくていろんな国のお仕事を見れた方が、うん、まあ楽しいんじゃないかなっていう部分もあるので。うんうんうん あのー、外国のお仕事、うん、その例えば質感だけに限らずいろんなことを勉強していきたいなと思ってます。これをご覧になってる方はまあフリーで、ね、こう配,信配信というか見れるのでいろんな立場で見られてると思うんですけどどういう人がこれから便利子になったらいいなとか向いてるなとか思いますかそんなことは <laughs> とはても <laughs> ま,だまだまだ合格して登録もしてない人間が言えるようなことではないと思うんですけど例えばねあの語学が活かせそうだからもともと語学強い人がいいよとか生徒ももんか例えば開発の立場にいたらねその製品のことをよく知ってるから便利子になったらいい便利子になるんじゃないかなとか、うん、ご自身のまあ経験だけではなくて例えば周りの,あのなんだろうその交流になった受講生とか見てて。 うん、なんかこういう人って便利子になったら向いてるんじゃないかなみたいなのとかありますうんなんていうかバックグラウンドというよりも、うん、あのやっぱりついになんか法律自体もずっと変わっていきますし最先端の技術は扱うっていう仕事なのでうん、うん、やっぱり勉強はやっぱり。 少なくとも苦手だとちょっと難しいのかな、うん、できれば。うん あの勉強するのが楽しいとか好きな人がやっぱり向いている職業なんじゃないかなと僭越ながらそんなに,そんなにか恐縮しなくて大丈夫ですよもう合格されてね,あのこ,ねこれから弁理士になられるわけですからね、うん、私も全く同感でこの弁理士試験ってなんかそういう適性を見る部分もあるのかなと思っていてやっぱりすごく。 勉強必要じゃないですか？合格するまでも勉強必要ですよね。だから弁理士試験を受けるって決めたら、そこからはもう受験生の生活に入るわけですよね。で、内容的な部分は当然その試験勉強と。また実務のための勉強っていうところで、まあ、時間のかけ方とか。まあそういうのも違ってきますけど。でもやっぱり弁理士でいる。以上は一生勉強というか、そういう好奇心みたいなものは持ち続けないと。 ね、いけないかなと思うんですけどね。まあ、でも、そういう意味では、そういうね、こう、あの、自分が。こう、ね、課された課題をどんどんね、クリアして、こう、コンスタントにね、続けられた。 坂城さん非常にまあ勉強家だなと思うし、まあ、そういうね強い精神っていうのはこれからも、ね、いい弁理士になるために生きてくるんじゃないかなと思うので、まあ、私はあのすごく今度ね実務家としての坂上さんもすごく楽しみなんですけどもまずはまあこれから勉強を、ね、始められる方弁理士を目指そうと思われてる方にじゃあ最後にですね坂上さんから何かメッセージをお願いできますか メッセージ、えー、やっぱりあの簡単な試験ではないのでやっぱり受けようと思う以上は覚悟を持った方がいいとは思います。でもやっぱりノ富先生はもう本当に第一人者でいらっしゃいますし、あの高橋先生チューターの高橋先生も。 本当に熱い先生というか親身な先生なのであのちゃんと信じて勉強してあのその完成度を高めていけばあの受かることができる試験だっていうのはまあ,あの思うんですね。まあ、なので何て言うか軽い気持ちではなく本当に覚悟を持って あ,のあとは信じて、ひたすら勉強をしていただければ、うん、なかなか大丈夫っていうのも言いづらいんですけれども、はいあの、受かることができる試験なんだと思いますので、頑張ってください。はい、ありがとうございました まあ短い時間でしたけども、あのこれから、ね、弁理士目指そうって思う人にあの役立つお話いっぱい聞,か聞けたと思いますあの。忙しいところどうもありがとうございました。じゃあこれで以上となります。お疲れ様でした。ありがとうございました。